ドゥオネラの白鳥は、ジャンシベリウスの作曲した、公共詩である。作品番号22の公共詩集、連民会年組曲は、以下の4曲からなり、この曲は、第2曲にあたる。連民会年と、島の娘たち、ドゥオネラの白鳥、ドゥオネラの連民会年、連民会年の企業4曲まとめての故障は、あくまで、便宜的なものであり。 出版は4曲別々に行われた。4曲まとめて演奏されることもあるが、ドゥオネラの白鳥はこのうち単独で演奏されることが最も多い。この曲は当初オペラ、船の建造の序曲として作曲された。フィンランドの民族女子誌、カルワラの第16章により、カルワラの主要な主人公であるバイナモイネンが船を作るための呪文を求めて、 死の国であるトネラへ行き、結局は逃げ帰ってくる。そのくらい死の国を想像しながら作曲されたと思われる。シベリウスは1893年から1894年にかけてこのオペラに取り組んでいたが、自分にオペラを作曲する才能がないことに気がついたらしく、このオペラは結局は完成されていない。連民組曲は彼らの 第12章から第15章にかけてに基づいている。放落な主人公連民会念は、ボホヨラの娘への求婚に赴き、娘の母である、女主人から3つの課題を与えられる。そこで、彼は2つまでの課題は克服するが、3つ目の課題、ドゥオネラ川を泳ぐ白鳥をいるという課題に、挑戦中に殺され、死体はバラバラにされる。しかし最後は、 母の呪文によって蘇生させられ、家に連れ戻される。組曲はこの物語からの4つの場面を描いている。4曲の中でも、ドゥオネラの白鳥は、物語の筋を追うのではなく、もっぱら、ドゥオネラ側を泳ぐ白鳥のイメージを描いている。先に作曲されたオペラの序曲の素材を用いて、他の3曲に先立って作曲された。 電民海年組曲の他の3曲は1895年から1986年に作曲され1897年に改訂されている。さらに、ドゥオネラの白鳥は1900年に再改訂されている。電民海年の母、オーボエ、イングリッシュホルン、バスクラリネット、ファゴット、ホルニオントロンボーン3、ティンパニ、オーダイコ、ハープ、 言語部アンダンテモルトスステヌート、4分の9拍子。終始ゆったりと演奏される。陰鬱で幻想的な雰囲気が続き、トッティで演奏される部分は、わずかしかない。全曲を通して、イングリッシュホルンの独奏が主要な役割を果たす。弦楽が低音から次第に、高音の和音に移行していくと、イングリッシュホルンが白鳥を表現する、悲しく美しい旋律を奏でる。 引き続きチェロ独奏が低音から高音へ上がる暗いモチーフを奏でる。この二つの旋律が基本的主題となって曲は進んでいく。途中で弦楽のピチカートやハープの分散和音が加わり悲壮感を高めていくが最後は白鳥の最後の一泣きのようなトレモロとチェロの対旋律によって静かに曲が閉じられる。演奏時間はおおよそ8分から9分程度である。 日本初演とされているのは1937年2月27日、クラウスプリングスハイム式の東京音楽、学校還元楽団、イングリッシュホルン独創は、海軍軍楽隊から音楽学校に派遣されていた原勲である。なお、この際の曲名表記は、公線の白鳥となっていた。連民会年組曲において、ドゥオネラの白鳥は、 当初第3局に置かれていたが、最終的には第2局とされた。第2局に置いた場合、連民概念が白鳥狩りに挑む前のトゥーオネラ側と白鳥の様子を描いたものと捉えられる。一方、第3局に置いた場合は、連民概念が命を落とした後も何事もなかったかのように静まり返った様子のトゥーオネラ側と白鳥を描いたものと捉えられる。 ドゥオネラの白鳥の後半に現れる早々曲風の主題は第3曲に置かれた方が理解しやすい。しかし演奏効果を考えるとドゥオネラの連民概念の前に置いた方が構成しやすくシベリウスが曲順を入れ替えたのはそれが理由であろうと考えられている。ありがとうございます。